今日より明日は良くなると思うことのできる、そういう社会を作りたいと思っています。確信の持てる社会、実感の持てる社会を作りたいというふうに思っています。その行き着く先が、国民の多くの皆さんが不安に思っている社会保障の持続可能性だと思います。若い人たちは学んだ後に仕事に就けるかどうか不安に思っている。働いている女性たちは子どもを産み、そして預けることができる、そういう社会なのか、子育てに不安を持ち、孤軍奮闘をしている。そして誰もがいまだにまだ老後に対しての不安も持っている。そうした不安を取り除くことが、今日より明日が良くなるという行き着く先の一番の私は根幹であろうというふうに思います。